止まないね。そうだね。傘買っちゃおうか。ここのスーパーで。ちょっと、もったいないけど。おお、そうする？うん。ここで雨宿りしてても、ただ時間が経つだけだし。それじゃあ、まずはお菓子見よ。え？傘買って帰るんじゃないの？けど、お菓子見てる間に止むかもしれないでしょ？そうかな。そしたら傘も買わずに済むし、その分お菓子も買えるよ。だったら、その方がお得じゃない？そうかも。でしょ？じゃあカゴ持ってお菓子売り場に。お、ん？どうしたの、ひななちゃん。雨の日特売春雨カップスープだって。は、ほんとだね。春雨と春雨をかけて特売してるんだ。ちょっと面白いね。ねえ、コイトちゃん、食べる方の春雨ってなんで春雨って言うの？どうしてかな。麺が飴っぽいからじゃないかと思うけど、多分。なんだ、コイトちゃんもちゃんと知らないのか。まあ別にそこまで気にならないからいいけど。ああ、調べてる？だって気になるし、わかんないことわかんないままにするのってよくないよ。そう？そうだよ。そっか。だからコイトちゃん頭いいのかもね。へっ、そうかな。別に普通だけどね。春雨は麺の白く細い様子が春の雨に似ていることから名付けられた。だって、こういう麺自体は昔からあったけど、春雨って呼ばれ始めたのは割と最近のことみたいだよ。へえ。ちょっと、ひななちゃん聞いてる？せっかく調べたのに。ひななちゃん、そんなに買うの？だって食べるでしょ、みんな。トール先輩の家に置いとけば。トールちゃんのお家に置いとくの？コイトちゃんだってあれば食べるでしょ。それは、そうかもしれないけど。でしょ？トール先輩、何味がいいんだっけ？醤油か、塩か、コンソメか。なんだろう。聞いてみるね。別にわざわざ聞かなくてもいいけど。でも良くないんだっけ？わかんないこと、わかんないままにするの。そうだよ。なんか最近雨ばっかり。暇だね。そうだね。これじゃあ桜も散っちゃいそうだね。それは別にいいけど、雨だと学校行くのも濡れちゃって大変だし、
ちょっとお腹空いた時にも気軽にコンビニ行けないでしょ？うん、そうかな。だからはい、みんな手出して。何？コンビニじゃんけん。え、行く？コンビニ。うん、じゃんけんで負けた人がね。でも結構雨すごいよ。だからじゃんけんするんでしょ。ひなな行きたくないから勝つ。おお、やるか。みんな今行ったらすごい濡れちゃうよ。じゃあ小糸は不参加？そうじゃなくて、お腹すいたんだよね、ひななちゃんは。うん、それならこの間スーパーで買った春雨のスープがあるんじゃない？トールちゃんのお家に置いておくって一緒にお菓子も買ってたよね。あー、そうだった。トール先輩、あれまだある？あー、ある。台所。やっはー、じゃあお湯入れてこよー。いる人？はい。はい。小糸ちゃんは？はい、いるね。うん、ありがとう。何にもしてなくてもさ、すくよね、お腹。何にもしなくても。そうだね。なんでかな。私、ひななちゃん手伝ってくる。よろしく。うん。はあ、雨上がってる。せっかく久しぶりに晴れたのに、今日レッスンか。仕方ないよ。もともとそういう予定だったし。やっぱりちょっと散っちゃったね、桜。まああれだけ雨が続けばね、仕方ないんじゃない？そうだよね。むしろ結構残った方だと思うけど。うん、だけどようやく満開になったところだったのになって思って。傘さしてるの？え、あー、降ってくるし、桜。花びら、まだ雨で濡れてるっぽい。木の下通ったら服が濡れそう。うん、冷たい。ひななも誘う。小糸ちゃん、どうしたの？ううん、トールちゃんの言う通り、桜が降ってるの雨
いみたいだなって。あはー、そうだね。綺麗だけどちょっと残念だね。桜が散るともう春が終わっちゃうって感じがして。そう？いつかは終わるでしょ、何でも。姉はそうだけど、だからもう少しこのままがいいなって思うのかな。へえ、よくわかんないけど。ああ、でもダメなんだったっけ、小糸ちゃん。わかんないことわかんないままにするの。え、でもひななは小糸ちゃんじゃないしな。まあいいや、そのうち考えとく。おーい、行くよ。あ、うん、今行く。行こう小糸ちゃん。